はい、マノチです。よろしくお願いします。栄冠やっていきましょう。今日2回戦ですね。頑張っていきます。勝ちましょう。まだまだ負けられないよ。笹本かな。江川くん行きたいところだな。なんかやってくれそうな気すんだよな。調子いいしな。エース塩崎任せるべきか。いや、江川くんで行こう。やべえと思ったらすぐ帰ればいい話だ。これで行く。ぶっつけ本番みたいなところあるからね、江川くんに関してはね。そこは怖いよね。一丸となって頂きを目指します。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側柳、三塁側中、拍手に送られて守りに散っていきました。お願いします。さあ、一球一心に思いを込めて強い。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生笹本、マウンド上ピッチャーは丸。あー、いいピッチャーだな。いやー、どのピッチャー来てもきついなこれな。まあ、逆に言えばどのピッチャー来てもきついから考えなくていいんだ、いいんだわ。うわー、てかこれは強いぞ、きついぞ。これは強い。いや、なんとか乗り越えたい。1だけども送りバントでしょう。第9、あーっとショーフライになった。ボールを掴んだ、二塁送る、セカンドフォースアウト。いや、まあしゃない、ね、送りバント失敗。こさあ、なんとか打ってくれ。チェンジ、得点圏に。セントライターがノーアウト二塁。よし、送りバントはやめようか。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。頼む笹本。来ました。さあ、低めのボール引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト。さあ、持ち前の気迫で相手を威圧していきます。弾道3回、一応追い込まれるまで強振に行ってみようか。今村頼むわ、どうにかしてくれ。一球見る。ショート正面、一塁送球アウト。これでツーアウト。平林頼む。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。どうしよっかな、プルヒッターついてくかな。3、こっち行こうか。平林頼む。江川君が思った以上に頑張ってくれてるわ。何も使わずに乗り切りたい。来ました。サード、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。柳、この回2アウト1塁2塁でしたが、ここはゼロに抑えました。7回の表が終わって1対0江川。柳、さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。ここで江川君を変えるのは怖いのは本音です。本音としてあります。ただ少しの足早い、ランナー出します。
柳代走投入です。須田一塁に入りました。うまいこと一二塁間を抜いてくれ。宮内頼むぞ。これは引っ掛けた。取りました。これでツーアウト。ランナー打て、つなげ。掴んでこれでスリーアウトになります。一塁。繋いでくれ、頼む平林。よし、キャプテン、キャプテン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。キャプテン、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ、いよいよ、さあ調子を上げてくるか。すごく盛り上げると、あ、2個使っていいな。マウンドに選手が集まっています。まずすごく盛り上げる2個は確定でしょう。柳今日2回目の伝令を送ります。その後に調子を上げるべきなんじゃないかな。マウンドに選手集まっています。米殺す。柳最後の伝令を送ります。これファイトと重なるけど意味あんのかな。監督はどんな言葉を託したのでしょうか。あ、意味あったね。よかったよかった。守備固めなんてうちできないもんな。そんな選手いないもんな。盛り上げる2個使ってくから、打たせてそれで全十分よ。平林、いいバッティングを見せました。さあ落ち着いて落ち着いて、エースを信じよう。低めボール球打った、掴みました。ショートから一塁送球。あ、ラッキー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 。左バッターボックスには徳永、柳、ここは何としても抑えたい場面。やられた。打球はそのまま伸びていく。レフトを見上げた。いや、同点になっただけだ。9回の裏、野本、ピンチヒッターは野本君に代わりまして、野本。さあ相手投手を威圧していきます。よし、打ってこい、ランナー出ろ。セカンド正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッ、平山、代打は平山。さあ持ち前の投稿が何かするか。一発狙いすぎな感じもつけるな。まあいいわ、狙っていくわ。そのためだ平山。来ました、セカンド右横のフライになりました。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップ。宮内出ろ。森下取った、一塁送球。よし、送球それた。記録はピッチャーのエラー。い
や走りてーけどなー、いや走れないな、これは走れないな。笹本はめ彼女いるんだろ、彼女のために打ってこいや、甲子園連れてってあげろや。オッケーオッケーオッケー、走れ、あ無理か、ナイスバッティング。ランナー2人を置いて迎えるバッターは今村、全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。打ってこい今村、3年生ファール外へ逃げるスライダー、しゃない、追い込まれるまでは強振、おっけ平林キャプテンだこの平林キャプテン半端ないもの、初球を完璧に捉えました、これはすげえぞ平林キャプテン、柳2回戦突破です、平林一発で蹴りをつけました、2回戦を見事勝利しました。キャプテンすげえな、4番に置いといてよかったわ。やりました。俺何気に思ったけどさ、野本出したじゃん、野本守備最後どこついてた、俺守備位置間違ったままやってなかったかな、わかんねえけど、まあまあいいわ、次から気をつけるわ。江川くん良かったですね、使えることが分かった、この時点でもうすでに使えることが分かったのはでかい。江川くん成長しないの？江川くん超ノリノリか、次先発もありだな。せーのドン、あー分からないままですね、はい、よし、じゃあ今回ここで終わりましょうか、明日準々決勝頑張っていきましょう、まあ江川くんでしょうね、ノリノリ状態だしね、江川くん塩崎くんの2枚看板って感じかな、まあそこが抜けてもね、リリーフピッチャーは相当優秀な選手が残ってるんで、投手陣は本当に素晴らしいものがあると思いますよ。では、終わりましょうか、終わり、明日も頑張っていきます、終わります、バイバイ。